時空探偵原子君は、園田秀樹原作、脚本のテレビアニメ作品。1998年10月1日から1999年6月24日まで、テレビ東京系で放送された。ファミツーブロス1998年1月号から、先行的に漫画が連載された。作画は、小倉安史、全3巻。その後、コミックボンボンでのタイアップも行われ、 山中明により、同志での漫画化もされた。アメリカでも、FOX 放送内の放送枠 FOX Kids 及び、FOX Family Channel にて、フリント・ザ・タイム・デテクティブのタイトルで放送されていた。かつてサンリオピューロランドに存在したアトラクションの一つ、夢のタイムマシンで1998年7月3日から2000年7月に、かけて上映されていたことがあった。ナビゲーターと主題歌は、 大きな恵みが担当していた。また、水木奈々のテレビアニメ発レギュラー作品としても知られている。タイムトラベルができるようになった時代の25世紀。ある日、時間の国にある時間保護局が何者かによって破壊されてしまい、時空モンスターが様々な過去の時代に飛ばされてしまう。魂に住む姉の空と弟の時をは一緒に化石発掘の課外授業を受けていた。 化石はないかと調べてみると不思議な生きている化石を発見する。おじの大和博士に協力してもらい、復元してみると、なんとそれは原始時代に生きていた原始と軸門のラブラブだった。原始は時空犯罪者 TP レディの攻撃を受けてしまい、父親のおとたんと共に化石になっていた。復元された原始は友達を思いで悪い奴は許さない正義感が認められ、 時空探偵に任命された。時空モンスターを保護し、時空犯罪者を捕らえるのが時空探偵の使命。原子は武器になって生まれ変わったおとたん空時を、そして同じ時空探偵のなるかみ京一郎と協力し、時空モンスター保護と TP レディ追跡を続けながら、過去の時間を元に戻していくことになる。当番組のスポンサーで、原子くんふりかけを販売していた。 田中食品の本社が所在する広島県では、テレビ、東京系列の壺根がなく、在公民党各局もネットしなかったため、放送されなかった。コミックボンボンにて、山中明により連載された、漫画版、全6話。ストーリーの大筋は変わらないが、ほぼすべての時空モンスターが人ゴを放すなどの、相違点もある。また、作者の全作品。 お気楽しの仏体半蔵のような独特の作風が随所に現れており、アニメとはまた違った雰囲気で展開する。その中で、オトタンとヤマト博士が何かしらつながる伏線があり、伏線の回収はされることはなかったが、最終話でいくつかの答えのヒントが散りばめられており、伏線回収は読者に委ねられている。また、バッと変化した時空モンスターは、 アニメのように説得するのではなく、戦って倒すことで正気に戻すことが多い。最終回では、TP レディが改心し、原始たちが、時空モンスター保護のために、新たな冒険に出る場面で終わっている。本編に登場した時空モンスターは、ラブラブ、タネガン、ハニハニ、テールン、ココロン、熱血、オリジナルのウルフェンのみで、それ以外は、第1話や最終話のラストシーンで描かれる。 程度だった。ありがとうございます。